メディアを再生する飛翔の40倍高速度撮影基調は、長目白蝶か基調属に分類される蝶の一種。草原や畑、道端や島市などでごく普通に観察できる。従来、基調とされていた種は、基調と北基調の2種に分けられることになったが、外見による識別は困難。前市長は20から27ミリメートルで、近縁の門基調よりもやや小さい。 羽は黄色で、オスの方が濃い色をしている。前肢、甲子とも外縁は黒色に縁取られ、裏面に褐色の斑点がある。夏型と秋型があり、前者は外縁の黒帯の幅が広いが、後者は黒色の縁が先端に少し残るか、もしくはない。成虫は年に5、6回発生し、越冬も行う。早春には活発に飛び回る姿が見られる。卵は、 幼虫の食草の若葉や新芽に一個ずつ丁寧に産み付けられる。大きさは1ミリメートルほどで乳白色。孵化直前には木がかったクリーム色に変色する。形は白鳥化に共通する、積む形で縦に細かい乗船が走る。幼虫の食草はネムの木、ハギ類の豆科の植物。アフリカ中部以南、インドから東南アジア、そしてオーストラリアと、 世界的にも広く分布し、地域によって多様な亜種がある。日本においては、秋田、岩手県以南の本州、四国、九州、南西諸島に分布する。ありがとうございます。